ナルオ。はい、ナルオです。仙台サーフの荒浜の方に来ました。ちょっと今視聴者の方とねちょっと合流して今場所を案内してもらいました。非常にいいんじゃないでしょうか。今大潮でちょうど干潮が今から上げてくる状態で、今非常に今地合的にもいい状態なので、はい、ちょっと頑張ってねちょっと釣りたいと思います。ということで今から準備して早速、はい、まあ自分とアキラさんとあと視聴者、まあ、佐藤さんというんですけども、佐藤さんと3人で、ね、ちょっとやりたいと思います。はい、準備できました。とりあえずね、ハウルの、27g ゴールド、これでまずちょっとやってみたいと思います。それで今回お世話になる、まあ、視聴者の佐藤さんです。今日はよろしくお願いします。ちなみに今日は何で攻める感じですか最初は。いや、とりあえず最初はインパの言っても分かんないです。それはもうヘンチマンってやつでまずは攻めるんですね。分かりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということでね、今からやります。今土管町の状態で結構もう前まで行ける状態らしいんですよ。で、上げ潮のタイミングは結構ね館長からの釣れやすいですよということで、本当に詳しくてポイントから何から今教えられましたんで、はい、ここでちょっとね、はい、やってみたいと思います。今回はねもうあの鯉のぼりはやりません。ジングサーフ、ジングサーフで何だっけ、もう名前すら忘れた。もうジングサーフィはやりません。あーでもこれあれだね、さっきのあそこ揺り上げのサーフと比べて波がまだ良心的だね。では早速ね、第一歩。よし、まあ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 いいでしょうね。ストップアンドゴーで、まずは僕はストップアンドゴーでやってみましょう。もうフラットで、もうこっちでもいい、ヒラメでもいい、ヒラメでもいい、ヒラメに対してするか、はい、まあとりあえずね魚をね、はい、まあ、ちなみになんか視聴者の佐藤さんが俺たちを追っかけてね、県南、仙南サーフに来てたらしくて、なんか俺たち見つけられなくて、でその間になんかこっちは1本釣ったんですとか言ってたんで、だからさすもううまいなと思って、俺たち全然釣れてなかったのにその中で1本あげてますからね。だからまあ俺とアキラさんが釣れなくても、まあ、佐藤さんがあげてくれるだろうという、かなりね他力本なんですけども、まあ強い味方を得ましたからね、はい、もう水を得た魚のようですよ僕は。よいしょ、まあ、とりあえずね、頑張って今日は、ね、まだ10時くらいですから時間はあります、はい、いやーどうも飛距離を出すためにね、どうしても俺の場合は中に入っていかなきゃいけないんで結構あれですけど、おーし、あ、ゴム切れだな、ゴムとかワームが。マジか、ゴールドの方いいのかな今な。ちょっと色変えるか、さあね、ゴム、ちょっとワームのカラーチェンジします。はい、ハウルのね、ブルー 27g です。はい、では投げていきましょう。なんか見てるとリフト&フォールでやってるようなんで、俺もリフト&フォールでちょっとやってみましょうかね。いやーでもやっぱ上手い人とこうやってやり方を教えられるってやっぱ一番いいですね。いやーでもあれですよ、 YouTube がまさかこういった縁をつなぐとは思いませんでしたね。いきます。おお、すげえ、佐藤さんヒット、マジで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 、やべ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 、おお、すげえ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 、マジっすか、
魚じゃなかったんすか。あー、なんとまあ、残念。いやー、一瞬神回かと思ったのに。いやでもまあいいですね、3人いれば誰か釣るでしょう。神回にはなるぞ今日は。いやでも序盤からうわーってね、これ絶対俺ピンだったらそれができないんですよね。まあ、そこがあれですよね、グループ YouTuber とか複数でやってる人たちの強みですよね。もう真剣にやってるんでちょっと黙っちゃいますね。あー、釣れてくんないかな。はい、今度はね、ハウル 35g ピンクヘッドの、はい、あ、ホワイトのパールホワイトですか、はい、これでやってみましょう。35なんでちょっと重くなってるんでね、まあ、その分飛べばいいですけど、うん、おー、まあ、重くなった分飛びますかね。なんだ、少しあれが外れかかってきてんな。よし、お、アキラさんはあっちの方に行きましたね。いや、自分はねちょっと佐藤さんが釣った時のためにね、ハートさんの近くにいた方が、まあ取れ高的には絶対そっちの方が間違いないので。まあいい加減ね、今日は釣りたいね本当に。ポイントもね教えてもらってね、いろいろアドバイスもいただける状況なんで、今日で釣っとかなかったら本当にもうクソ野郎だよ本当にもう。波に引き波でぶち切っちゃったっすね。やばかった引き。これだけで神回なんです俺のチャンネルって。あの普通の釣りチャンネルは釣って神回でしょうけど。はい、ですね、痛恨のバラシで、はい、あのハウルの35がなくなっちゃったんですけども、一応さっきカラーがね、あのこのパールホワイトのやつであのヒットしました。一応ヘッドの方がねピンクの35だったんですけども、今回青のヘッドの 27g で、はい、まあパールホワイトこれでやってみます。はいね、惜しかったな、悔しい、すごい。まあ、とりあえずねヒットしたんで、次はしっかりと
やっていきたいですね。いやー悔しいなー。波の上とかベイトとかちょっと取れてるんだよ。あー、こうなんすね。あ、じゃあ今日、じゃあ俺のためにあるようなもんじゃないですか。やーべー、もう釣るしかない。もう黙っちゃうよね。一回バラしてくから。いやー、クルダイとかとはまた違った引きだったな。でもな、ただね、もう俺の飛距離ともコチが食ってきたってのがね分かったんで、はい、とりあえずさっき食ってきたのね、あのワームのカラーは同じです。はい、なんかちっちゃい魚、確かにキロキロチロチロと見えるな。この城がなんかなのかな。なんか佐藤さん言う通り、確かにあのちっちゃい魚が見えますね。うん、これはリフト&ホールとかの方が多分あれなのかな、ストップ&ホールよりは。いやでも引き波 の抵抗であの切れるっていうのもあるから、あの上げる時のタイミングもちゃんと見てやんないとあれなんだろうね。いやー、まあ影だからそれなりの取れだから取れだけど、いや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 、やっぱ上げたいよね、ここまで来たらね。いやー、つうか今日朝からもうあれじゃないですか、3カ所も場所替えしてるじゃないですか。あの GoPro の録画の時間が残り1時間くらいしかないんですよ。これ最悪どこかのちょっと釣れてないところカットですね、これもしかすると。前編多分あれだろうな、カットだろうな、これ後半のここにちょっとかけた方がいいでしょうからね。いやー、これは、いやー悔しいな。でもリフト&ホールの方が多分良さそうかな、小魚とかがいるんであれば。はい、メタルジムの 40g ですね。はい、ちょっとこれちょっとやってみます。やっぱ風強い日はメタルジムの方が飛びますね、やっぱり。なんだこれ、ゴミだこれ、魚ではないぞ。いやいやいや、ゴミだな、大きいゴミだな。あー、でも取れたか。なんだここに食ってあれだな、引っかかんだな。なんなんだあそこ一体。これ何なんだろう、これここになんか根あんのかな、なんだこれ。いやー、これちょっと待って、これうわー、いかねえかー、これ。いや、切りたくねえな。なんだこれ、ってたまに引くんだよな、これな。ないっすねー。あー、あんだこれ、カニなのかなこれ。全く動かないっすね。いやー、これなんだこれ。いやー、なんだこれ。あー、切れた。
これ終了ですね。いや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 。おんこ引っかかるっす。結構手前のその多分最後の駆け上がりどこでしょうね。多分駆け上がりの手前というか。いやー悔しいな。はい、ということでカニをいただきました。本当だったらね、俺がこっちをね、あげてればよかったんですけど、いや、おかげさまで引っ掛けることはできたんで、次は釣り上げるだけです。そこまで持ってきたんだけどな、本当に。次はね、あともう一人の川田さんもご一緒に動画見てると思うんで、次はぜひご一緒しましょうということで、はい、今日はこれで終わります。はい、もうチャンネル登録よろしくお願いします。あ、来てます。お、まあ、マジっすか。頑張ってください。あ、すいません。ダイヤからご一緒できませんかっていうような内容で僕らが来ました。あ、マジっすか。まさかここでお会いするとは。いや、今回は本当にすごい人たちが集まったなっていうのが、率直な感想ですね。とにかく熱量がある人たちなので、今回チーム作って YouTube やるっていくまでのスピードがとにかく速かったです。はい、まあ、一緒にやっても面白いことできるかなと思って、まあ、今回一緒にチーム、まあ、ご一緒することになったんですね。現在朝3時です。あのですね、今場所ここ仙台サーフです。はい、実は今日あの私新地の三井公園に行くんですけども、たまたまね、佐藤さんと休みが一緒で、だったら休み一緒だったらサーフ入りませんかって言われたんですけど、短時間でもご一緒できたらいいのかなということだったんですけども、佐藤さんがまだ来てないんですよ。